待ちたまえよマスター。私に何か用があるのでは？我々はサーヴァントとマスターの仲、そう照れずとも良いじゃないか。感謝するともマスター。同性からの贈り物というのもたまには悪くない。爽やかにありがとうと言って風のように立ち去るとでも思ったかい？今日という日がどういったものなのか、すでに親指をたしなんだ私は知っていると思う。真偽流麗、水も滴るこの私としては今日という日は見逃せないのだよ。バレンタインデー、一方的に贈ることもあれど、親しき者が贈り合う日でもあるそうじゃないか。あれこれと由来はあるようだが、洒落た催しだ。大いに気に入った、大いに気に入ったので、私も贈り物を用意してある。それがこれだ。そう、サモアリナム、鮭だ。もう一度言ってしまおうかな。サーモンアリナム。止める者は誰もいないと思う。見たまえ、この水しぶき、この躍動感。そう身構えなくともよいよ。これはほら、鮭だ。まあただの鮭だからね。問題ないと思う。油を舐めても何にも起こらないさ。しかし頭は良くなるかもしれない。イエス、 DHA、 ドコサヘキサエン酸、 N3 系の多価不飽和脂肪酸だ。脳機能や視覚機能などの維持改善といった効果が期待できる。わかるね？ではさらば、さらばだマスター。私はさらなる酒を届けなくてはならなくてね。この私を一目見てしまったカルデア女性職員たちへ、恋焦がれてしまったであろう彼女たちへ、せめてもの罪滅ぼしとして一匹ずつ届けなくては。いやー、できる美容というのはこれはこれで辛いものさ。